黒目読みのリアラジ。はい、始まりました。私、黒目読みがパーソナリティを務めますリアクト公式ラジオ番組黒目読みのリアラジのお時間です。私はリアクト所属のバーチャル YouTuber 黒目読みです。よろしくお願いします。この番組はまだ早い。この番組では、リアクトのね、さまざまな情報を皆様にお届けする番組でして、まだ早い。そしてリアクトとは音楽事務所です。大雑把すぎたわ。リアクトとは音楽 VTuber 事務所で、さまざまな音楽を皆様にお届けしている事務所です。すげー。そして本日のラジオにはさっきから後ろでわーって言ってるゲストさんがねいらっしゃいますのでご紹介いたします。あまこはるさんです。はーい、やっほー、あまこはるだよ。こんばんは、こんにちは、おはようございます。イエーイイエーイ。あまこはるさんはリアクトに所属するスターベアとユニットを組んでいるスター担当のあまこハンズ先輩です。私、先輩なので先輩です。マジ敬ってます。全然偉いっすよ。そりゃそう。もう第2回初ゲストなんですよ。そうだよ、私でいいっすか。本当、いや、マカワ先輩に来ていただけるとは思ってなかったので、私もう歓喜ですよ。本当にやった、初めまして。いや、初めましてではないね。初ゲストだから別に初めましてではないけれども、いや全然、ありがたいですね、本当にね。呼んでいただきありがたいですね。いや本当にね、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。マジで、いや第1回からね続きまして第2回をやらせていただいて本当にありがとうございます。はい、第3回からは私が MC になるってことで。え、ちょっと待って、違う、この人すごいって。誰この人呼んだの、誰。すごい人来ちゃったから、本当にもうびっくりですからね。本当やめて。よろしくお願いします。よろしくお願いします。天川先輩、ラジオやったことありますか。あー、あるよ。あ、でもあれですよね、なんかあのスタービアのラジオやってますもんね、配信でね。あ、そうだ、やってたわ。そう、いや今思い出したみたいな。さっき言ってたじゃん、やってるって。あれ、ちょっと嘘ついた。なんでそこ別に見え張らなくてもいいですからね。ラジオね、まあなんかトーク番組みたいな、ラジオ的なそんな感じなんで、なんかまあ編集でうまいことシャッてやってくれるんで。あ、編集よろしくお願いします。編集よろしくお願いします。お願いしますね、本当に。編集担当さんがいらっしゃるということで、好き勝手できる番組なんで。編集様様、あ、まちゃん、ありがとう。いい感じにしてください。お願いします。面白くしてね。おるすさん、第1回の時にね、お便りを募集したのですが、その時はね、ゲストが来るとは言ってなくて、なんと天川先輩のお便りが0件ということで。どうなってんだよ。どうなってんだよ、お便りよ。いや、お便りね、みんな送ってくれればいいのに全然送ってくんないんですよ。常に天川ハノを意識してお便り送れ。そうですよ、リアクトのラジオって言ってんだから、誰に向けたね、誰のお便り送ってきてもいいんだから。オタクくん、どうなってんだ、ふざけんなよな。ふざけんなよな、マッカー先輩のお便りないとふざけてるよな。切れちゃったね、カッチーンだ。はい、これ開始して早々切れちゃったんですよ。ゲストが早いんですよ。いや、先輩、その代わりね、もうリスナーさんからはないですけれども、うちのね、精鋭のスタッフさんから、あの第1回でも送ってきていただいてる、あのスタッフさんからね、しっかりもう出させてきたんで、お便り。あー、え、それ大丈夫なやつ。え、大丈夫なんで、大丈夫じゃないやつ送ってくるの。スタッフさんが、いや、送っていただいたので、はい、そちらをね、読ませていただきたいと思います。はい、それでは一つ目のコーナー行ってみましょう。黒目読みのお便りコーナー。はい、
それではお便りを読んでいきたいと思いますよ。はーい。では1つ目いただきました。ラジオネームスタッフ S さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。でございます。黒根さん、天川さん、こんにちは。こんにちは。いつも仲のいいお二人ですが、お互いを姉妹で表すならどっちが姉でどっちが妹ですか、ですって。なんでそんな、そんな困る、そんな、姉妹、そんな困る。よみちゃん的にどっち、うん、ちょっとマジ、ちょっと待って、なんかそれ言われたら迷ってきた。ほら言ったじゃん。なんかさ、どっちも妹感ありますよね。あ、それはそうだね。うん、どっちが姉になっていいか、でも私実際姉だからさ。いや、私も長女なんですよ。だから、かぶってんですよ。あれ、うん、なんか、キャラかぶりしてね、うん、キャラかぶりですよ。天川さんすごいシスコンですけど、私ブラコンなんですよ。キャラかぶりしてないかぶってんのよ、ちょっと。かぶっちゃって、かぶってんだよな。かぶっちゃってんの。いや、もうあえての双子。あー、あえてのね、うんうんうん、似てないけど、二卵性ソーセージということで。うん、そうしよう。多分、うん、答えにはなってないですけど、一応。そう、双子ということで。双子の中でどっちが上かって言われたら、もう同時に出てきたわけ。愚問、愚問です、それは。それはしっかり二人で頭出してきましたから。そうだよ、二人同時パーだから。そうですよ。よろしくお願いします。リアクトメンバーの家族構成はどこにいてほしいですか、だって。どういうこと、自分がってこと。なんか他のリアクトメンバーの家族構成を考えてほしいみたいな感じですね、これ。いすぎやろ。いすぎやろ。大家族、何が飛ばせんだよ、リアクト。本当にめちゃめちゃすごい。なんかママポジション多い気がするなあ。あ、わかる。ママいっぱいいるよな。ですよね。いや、なんだろう。いや、ママ、パパ。パパ？パパいる？パパ誰だ？パパ誰だ？ちょっと待って、パパいないかもしれない。パパいなくね？パパに強い人いないの？え？難しい。リアクトメンバー家族構成難しい説あるの？なんかママがいっぱいいる複雑な家庭みたいになっちゃった。ちょっとインプと再生なんで。ああ、なるほどね、うん、いやー、やばいな。夢川先輩とかなんか妹感ありません？あー、確かに確かに。なあ、でなんかレオナ先輩お姉ちゃんみたいな感じするかもしれない。わかる、わかる。長女、長女、あ、長女奪われたやん、長女キャラ。私たち奪われたな、長女キャラ。長女やばいな、っぽいな、長女っぽいな。ええー、じゃあそういうことで、はい、お願いします。お願いします。お願いします。ちょっと数が多いんで、ここら辺ということでね。そうそう、数が多いんですね。考え出したらキーがないということで、2通目に行きたいと思いますよ。はい、ハンドルネームスタッフ M さん。普段からたくさんのコラボをしているお二人に質問です。今までのコラボで一番印象に残っているものは何ですか、また今後やりたいコラボはどんなものですか。え、これ一個しかなくね。じゃあせーので言いましょう。うん、いきますよ。うん、せーの、24時間。あはは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 。一緒だけどね、うん、一緒だけどちょっと揃わなかったということでね。まあ、エーペックスをね、24時間コラボした配信があるんですけれども、それですね。うん、それがもう一生、もう忘れねよ、頭抜けて、うん、もうそれよ、うん、いや、もうこれからね、どんなコラボするか知らんけど、もうこれは多分揺るがない。24時間エーペックスしたのは24時間ほんとずっと起きてて、もう、いや、好きなゲームだからできたけどみたいなとこある。でも他のやつだったら絶対やりませんよ、私。死んでたわ。絶対やんないよ。うん、によくやりましたよね。私正直やりきれないと思いましたよ、途中。これ死ぬわと思って。ちょっとやめる方法をみんなで話してたのに、そうそうそう、模索しだしたよ。やめたくなったらどうする？あみだくじなんとかなる人ってか、あみだくじ一本絞りの、この、飽きへの対処法がないんだよ。あみだくじしか。よくそれでもってやな。めっちゃ楽しかったですね。二度とやりたくないけど、うん、ちょっとやりたい感じですわ。うん、やりたい。やらないですからね。やらない、やらない。嘘です、嘘です。嘘ですよ。でも次やりたいの何って言われてるよ。次やりたいの、い
や、24時間はもうやらないですからね。絶対。そうなんだ。なんでちょっと悲しい、そこ。24時間はやらないの。やらないの。限界突破して、なんか48時間とかやりませんかみたいな来てたけどね。やらないからね。そんな。人をダメにする気か死んじゃうね。ね、人を一人ダメにする気なのか、貴様とも。やりたいのは、うん。なんか、みんなでなんかやりたいっすよね。あー、うんうんうん。この前、うん、3人だったじゃないですか。あ、みんなで見たから、そうそうそう。もっとそういうことじゃない。違う違う。なんで24時間に固執するんですかそれは。それは。もっとあるでしょ、なんか。なんか一回雪山やってたじゃないですか、リアクトメンバーで。あ、やってたやってた。それやっぱ参加したいし、うん。なんか、配信つなぎリレーみたいなのやりたいですよね。あー、私、うん、永遠にね、リアクトで人狼やりたいって言ってるよ。いや、人狼やりたやりたいって言ってるけど。やりた、うん。どうなんですかどうなんですか、企画するしかないですね、これは、やっぱり。人狼やりたいでーす。リアクト人狼ね。え、誰が一番強そうだと思います人狼。いや、もう、ミミミ先輩。あー、ミミミ先輩ね。強そうだもん。強そう。強いの塊だよ。じゃ、逆にちょっとこの人すぐ釣られそうだな、みたいな人います？すぐ釣られそうだな。そうそうそう。初日に、こいつ怪しいだろって言って、釣られそうな人いますか？うん。ミヤちゃん。あー、つられそうつられそうなんでやのーって言って、つられそうって言って、違うのにやちゃんなのーって言って、つられそう。それ見て私はニコニコして、かわいいなーって。かわいいな、今日も。つられそうだなー。いや、うちのゆきちゃんとかもつられそうですけどね。あー。そう、なんか、うるさいから。うるさいっていう。うまそうなんだけどね。あ、なんか、上手いから逆に。あ、こいつはやばいから、みたいな。釣られそうだな。え、やりたい！人狼。やりたい！ね、人数多ければ多いほど面白いですからね。そうそう。ぜひ、お願いします。ぜひ。お願いします我々で企画すればいいのに、人に頼むという。素晴らしいね。え、ちょっと、ここでね、私からちょっとね、質問したいことがあるんですけど、はい、いいですか？はいはい。ちょっとね、スタッフさんからのお便りね、ちょっと全然、まともなやつなかったんで、私が、スタッフ私が、スタッフもっと頑張れ私がね、ちょっと代表してここで、オタクンが気になってることとか聞いちゃったり、なんだろう。しちゃったり。いや、若葉先輩。はい。最近あったかくなってきましたよね。はい。もうもはや暑くなってきた。あ、まあ、確かに初夏だね。ねえ、夏！うん。海だ！山だ！ってことで、うん。天川先輩が、夏にしたいデートのシチュエーションって何ですか？え？なんでそのリアクションは、なんだそのリアクションはなんだ？え、夏かぁ。夏ですよ。なんで私がデートしなきゃいけないの？ちょっと待って、なんで拒否拒否デート拒否いや、オタクくんはいつでもどんな時でも正直、推しとデートする妄想してるんですよ。じゃあ私、水族館好きだから、水族館かな。あ、水族館しか言わん、この女は。でも、ヨイちゃんも水族館好きでしょ？正直好き。詳しかったもんだって。正直好きなんだけど、水族館はね、人と行くより一人で行った方がいいんですよ。え、私とは？あ、それずるいわそれずるいですわー、わかんない。私、水族館のあの、イルカのショー見てをガチ泣きしてしまうっていうのがあるから、ちょっと一人でしか行けない。なんでイルカのショーでガチ泣きしたの？いや、イルカ頑張ってんなって。いや、感動しちゃうんですよ、なんか、イルカちゃん頑張ってて偉いな、みたいな。なのに私はこんなって。イルカショーの時だけ席、ちょっと遠くに座らせてもらって。拒否の姿勢じゃん、それは。拒否じゃん、ちょっと。ちょっと、待って、大丈夫だった？周りの目。いや、
あのね、イルカのショーの、あの、前から3番目、4番目ぐらいまでの席は濡れるんですよ、めちゃくちゃ。あー、ごまかしたな。全然バレないんすよ。バレねえ、バレねえ。雨の日に泣いてもバレないのと一緒。あー、なるほどね。全然余裕余裕。だからね、小細工だ。小細工、小細工的なね。そう、平気なんですよ、全然。なるほどね。水族館のデートがしたいということで。はい。オタクくんの皆さんは、天川先輩をね、水族館デートに連れていく妄想に夏は浸ってください。私は浸ります。天川先輩のアクリルスタンドを持って水族館写真撮ってきて写真撮ってデートなう。これ完璧ね。待ってるわ。これでだって送りつけ、本人に送りつけるっていう変態行為をします。私は待ってます。これね、ということで、お便り紹介のコーナーでした。リアラジでは今後も皆様からのリアクトメンバーへの質問を募集しております。ツイッターのハッシュタグにて投稿してください。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。黒目を見てきベストソングピックアップのコーナー。はい、このコーナーではリアクトメンバーの歌ってみたいオリジナル楽曲のおすすめポイントを私黒目読みが紹介するコーナーになっております。今回はゲストの天川先輩と一緒に、はい、皆様の歌ってみたをご紹介させていただきたいと思います。わー、何が来るのかな、何が来るのかな、何が来るのかな。本日はですね、まず1曲目にご紹介するのはひめくまリボン先輩と宇佐美ゆの先輩の劣等上等の歌ってみたです。おー、これはね、いいんですよ。もうね、普段ね、すごい可愛いリボン先輩とフラットな感じでね、接してくれてるゆの先輩がですよ、このかっこいい曲を二人で歌うっていうね、もう聞いてください。いきますよ。はい、それではどうぞお聴きください。ネット上場ブニボン、子供魂のマセマティカ、バレてんだってそんなんてプライドがない。ゴリファケーション気取りで、高めの見物ばっかりじゃつまんねえ。ほらもっと間違って上等、かっこいいのこの人に理屈に手をかけて。まんまやっぱだわ、わかる、こんなところじゃ終えない。今一緒に行ったのに、一緒に行ったのが気持ちです。早くやめたのに、ごめんなさい。さよなら、ずっとこのままなんてさ、いられないよ。たったあたし大人になる水も甘いよ。いや、ゆらせんがめちゃめちゃかっこいいよ。この曲悪い人生、悪いことばかりじゃないでしょ。過去も罪も罰も全て素手で、こういう曲めっちゃ早いでやり返すわ。あたしたちはノーバー、緑のあいつにバッグ構ってんねん。さあブローアップ、いつなったらもらえる合格、赤ペン入れてよ、どこがダメなんですか。酒お腹寝ちゃやっちゃってコンプラ散るってあーあーあー、冗談じゃブラックジョーク、中指立てたくなるような事情ありすぎて、指型にねえからハンズアップ、アンバーザー最低もともとたらビギフト、あーかっこよかった。うらっかっこいい。私これを聴けただけで今日このラジオやってる意味がある。やってなくても聞くでしょうか。やってなくてもやってなくても聞く。いや本当にかっこいいんですよね、なんかもう雰囲気がいつもと違うっていうところでギャップでまずやられるっていうね。ね、歌うとかっこいい二人だよね。わかります。雰囲気がガラッと変わる感じがいいんですよ。なんか普段の ASMR とか雑談配信とかね、聞いてる時とはちょっと違ってね、二人ともどっちかっていうと可愛いみたいな感じなんだけど、そうそうそう、ときめく、お抱かれたい。やめて
これはちょっと違うわ。ちょっと違うわ。いや、お二人の歌ってみたらぜひ聴いてみてください。はい、それでは2曲目の歌ってみた紹介に移りたいと思います。うん、2曲目はきらぼし歌先輩のヒロイン育成計画というハニーワークスさんの楽曲になります。いや、ハニーワークスと歌先輩っていう、もうこのさ、もう素晴らしい。これもうめちゃめちゃ解釈一致、歌声が合うんだ。そう、わかる、わかるんですよ。歌先輩はもうなんか自分の歌声の見せ方をわかってる感じがやっぱたまんないっすね。かわいい。わかるわかるわかる。早速聞いていきたいと思います、うん、はい、ではどうぞお聞きください。きっとヒロインなら綺麗な、かわいい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 、イラストと動画がめっちゃやばい。マジであいつに曲を歌先輩に歌ってみたら初めて聞いたんですけど、そうなの、いや、マジでやばいっすね。いや、解釈いって、解釈いって、歌声が透き通ってんだ。わかる。声が愛すぎなんじゃん。で、なんか歌先輩のために作られたみたいな、オタクくん思っちゃうよみたいな、ぴったりだよね。マネージャー、なんか青春って感じ。黙れるのやだし、生きるためだし、きっとヒロインなら綺麗で、王子様にちやほやされるんでしょ。今女の私もお姫様になれたらなんてね。私をプロテクトして、俺がちやほやする、俺がするよ、ちやほやして、俺が王子様になるから、マジで。オタクが出過ぎてしまいましたね。オタク、すいませんでした。ちょっと気持ち悪かったし、私が、まあ、いつものことなんですけれども、いや、もう合う合う、もう歌先輩のもう最高、ハニーワークスは、うん、かわいい。結構出されてるじゃないですか、歌先輩ハニーワークスの楽曲、うんうん、もう他にもたくさん歌ってんで、ぜひ皆さん聴いてみてください。お願いします。お願いします。それでは3曲目の歌ってみた紹介をさせていただきたいと思います。雰囲気ガラッと変わりまして、琴美ゆり先輩の歌ってみた乾きを雨くっていう南さんの曲です。この曲も私はみゆり先輩の歌ってみたで初めて聞くので、うんうん、いや、マジでこの曲かっこよくて、みゆり先輩のかっこいい歌声がめちゃめちゃもう際立ち、素晴らしい歌ってみたいなっていうので、もう早速聴いてみましょう。いきますわよ。はい、それではお聞きください。未熟無情されど美しくあれ。かっこいい、この抜け方やばい。いや、みゆりちゃんの歌い方すごかったよ。いや、わかる、ほんとにかっこいいですね。ふさわしくこんなんじゃきっと物足りないくらい片付けどうまくいくもの金合いこと、もう自己顕示飽きた。かっこよさに拍手かかりますか。デジャブ、何がそんな不満なんだ。散々わがまま語っといて、これ以上他に何がいる。そんなところも割と嫌いじゃない。もう聞き飽きたのそのセリフ。持ち上がることまたぶりして空気を読んだ
いいわ。すごいなもう好きよ。こんなかっこよく歌が歌えたらもう、人生、最高。カラオケ行きまくりよ。え、それはそう。友達とカラオケ歌って、俺歌めっちゃうまいっしょ、みたいな。歌っちゃうよって。だっちゃう、歌っちゃうよ、もう全然。いや、聞いていただきましてありがとうございます。みなみさんの、乾きはアメック、ことみより先輩のカバー。いや、マジで。これ、聞きますもん、私ずっと。聞きな。聞きますもん、私。もう。あ、ありがとうございます。余韻に浸ってんだ。そう、ごめん、音楽とか。余韻が、曲浸ると余韻入っちゃうから。うん、ちょっと余韻ちょっと入っちゃいましたわ。じゃあ、天川先輩。はい。先ほど私から、夏ですねって、いう、質問をしましたよね。あ、うんうん。いや、夏と言えばですよ、先輩。はい。少女レイが、あるじゃないですか。で、天川先輩、少女で、歌ってますよね、うん、うん。これはもう、紹介するしかないということで。うん。私は、ミキとピーさんの少女で、カバー、天川先輩のカバーを皆さんに聴いていただきたく思います。うん、いきますよ。自分の聴くのか。うん、聞きますよ、聞きますよ。それでは、お聞きください。来るぞ。来るぞ。始める、見つめられた恥ずかめずに、今絶好の口に立て、踏み切りへと飛び出した。そう、君は友達、僕の手を掴めよ。そう、君は一人さ、居場所なんてないだろう。二人きりこのまま愛し合えるさ。だけど、ちょっと限界化してくれてるオタク好きだからさ、はい、ちょっと嬉しかったよね。ちょっとこんな感じなんだ。生でね、ちょっと限界を見せてしまったところで、うん、もうマジでいいんですよ。マジ合うんですね、天川先輩の低音とこの曲調がマジ素晴らしい。私はこれを夏に聴きまくりたい。ちょっとあんま言われると恥ずかしいから。おー、かわいい。かわいい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、このね、読み的ベストソングピックアップのコーナーでした。本日エンディングのお時間になってしまいました。天川先輩、早い早い早いな、こんなのでしたね。そうなんです、アニメ一本分の尺って結構短くてですね、うん、本日最後に告知をさせていただきたいと思います。いろいろありますよ、今日も。お、いきますわよ。まず告知の一つ目は、6月のボイス、イエーイ、私の所属しているリアクト、毎月、メンバーによるボイスが発売されておりますので、6月の
ボイスもぜひ皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そして告知2つ目、宇佐美ゆの先輩の生誕グッズが発売されます。イエーイ。ね、先ほどの楽曲のピックアップコーナーで紹介させていただきました。ゆの先輩のね、グッズの発売ということで、皆さん要チェックでございます。うんうん。よろしくお願いします。そして、告知3つ目、これめちゃめちゃ大きいですよ。ビッグだね。ビッグですね。なんと、6月にリアクトに、新しく、所属するメンバーが、おいます。おなんとね、新しい仲間が増えるということで、わー、続々と後輩ができちゃって、うん、先輩困っちゃう。やばいっすよマジで。まだ私そんな経ってないのに、この事務所所属してから。実際もうやばいっすよ、先輩っていう実感が湧かないの。湧かないっすね。先輩って言われてもちょっと今日おっおっなっちゃいます。全然同じぐらいだが。そうなんですよね、やっぱりさ、あやからたも、あ、新たも新たに3人目のね後輩さんができるということで、うん、楽しみにしております、うん、6月中にデビュー予定なので、皆さんぜひチェックしてみてください。お願いします。そしてなんと、うん、黒ネオミのリアラジ第3回も決定しております。うぇー、ありがとうございます。ありがとうございます。黒ネオミのリアラジで大丈夫ですか。黒ネオミのリアラジですよ。私のラジオですよ。甘川花のリアラジじゃなくて。違うんですよ、違うんですよ。次回もしっかりね、黒ネオミのリアラジでね、やらせていただきますので。スタッフさん、そうですよね。スタッフさん、ちょっと、スタッフさん、ちょっと、やめてくださいね、本当に。びっくりしちゃうからね、本当に。次回の放送は、来月の7月4日予定しております。うん。ありがとうございます。本日は、黒ネオミと、甘川花が、お送りいたしました。ありがとうございました。バイバイ。バイバーイ。